八重の桜は2013年1月6日から12月15日まで放送された NHK 大河ドラマ第52作である2014年度国際エミー賞テレビドラマ部門ノミネート作品当初は全く別の作品を計画していたものの2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生したことを受け NHK 内部で 東北復興を支援する内容にすべきだとの意見が上がり方針を転換。福島県合図出身で同志社を創設した新島城の妻となった新島屋への生涯を描いた作品となることが公式発表を以前にマスメディアを通して明らかにされていた。同年6月22日に制作発表が行われた。この発表では同時に主演俳優も発表され、 大河ドラマ初出演となる、綾瀬はるかが起用されることになった。クランクインは2012年9月9日、舞台となる福島県藍津地方でのロケーション撮影から開始され、9月13日には、鶴ヶ城において出演者による記者会見が行われた。大河ドラマにおいて幕末期を描いた作品は、1990年代以降もいくつか制作されていたが、 昭和期まで存命であった実在人物が主人公となるのは1985年の春の波頭以来28年ぶりとなる。ドラマ本編は明治30年代の描写で完結しているが最終話の気候のコーナーでは晩年の80本人の映像が使用された。大河ドラマの主人公となった実在人物の生前の映像が使用されたのは本作が初めてである。 作中で、藍図弁を忠実に再現した結果、藍図地方の人々からも、老人が使っている、藍図弁で聞き取りにくいとの指摘があり、2013年3月10日、放送分から、総合テレビジョンのデータ放送に、藍図弁や歴史用語の意味を解説する機能が、追加された。全50回の平均視聴率は14.6%で、当時、平の清盛、花の蘭 龍馬が行くに続く歴代はアスと4位の数字だった。1865年、アメリカでは南北戦争が終結。不要となった武器の多くが日本へもたらされることとなる。そして、明治元年、それらを装備した新政府軍の攻撃にさらされる会津若松城の中に最新式のスペンサー銃を手に抗戦する一人の女性がいた。山本八重、後の新島八重である。 時は遡って、幕末、諸外国からの開国要求が高まり、日本国内は開国派、上位派などの思想の違いによる分断が起きようとしていた。この時代の転換期に、合津藩の法術師範の家に生を受けた八重は、藩軍備の様式化を目指す兄、山本角馬や、その友である洋学者、川崎省之助らの側で、合図そして、日本の変化を感じていた。 幕末の騒乱により、治安が悪化する京都警護のため藩主、松平片森が京都市五職に指名され、徳川将軍家への忠義を尽くさんと、合図は藩を挙げて東幕発伊藤への動きに加わることとなる。それは後に言われる合図の悲劇の序章であった。1868年9月22日、合図戦争終結。 母親戦争に敗れた合津藩は、逆賊と世間に罵られる中、八重と合津の仲間たちは、新たな生き方を模索。加盟最高を許された旧合津藩は、極寒の地に、都南藩を建て、飢餓や財政に苦しみながらも、山川博士を中心に果敢に生きていく。八重とその家族は兄、各馬の生存を知り、各馬を頼って、京都へ渡り、そこで鉄砲に変わる。 学問という新たな生きがいを得る。幕末の動乱で小野助との別れを体験した八重田がアメリカ合衆国から帰国した新島城と出会い、心を開き結婚。キリスト教に根差した学校を作ろうとするも、偏見を持つ人々の反発に相葛藤する城を支えたのが、ならぬことはならぬの精神を持った八重。従来の合図の教えを、良いものは良いと発想を転換。 肯定的に捉えて邁進指導者社へ学校の開校にもこぎつける。その後も、二人の夢は、同志社大学設立へと向かうのである。ジョー、八重さんと呼び合う、この風変わりな夫婦が、明治という新たな時代を駆け抜けていく。主人公とその伴侶山本家と、その関係者新島家藍津松、平家西郷家参戦家神保屋高木屋、 藤士武合津藩重心その他の会津藩士百古大使、合津藩の女性たち京都不動志者の人々、アメリカンボード、京都旅行場の人々その他の京都の市民、徳川将軍家幕閣諸公幕臣新選組、薩摩藩長州藩と佐藩二本松藩その他の、奥越の諸藩その他の諸公その他の、獅子オープニング冒頭部分に、桜の木の前で大事の、八重の桜が表示される。 平野清盛に引き続き、大事の左側に、大河ドラマのクレジットを入れている。本作のオープニング映像は、中盤部分が、各月ごとに変更される。映像には、アートの力で東北を応援するというコンセプトの下、以下の芸術家が桜をモチーフに、挫折と再生を表現した作品が使用されている。芸術家の分野を尊重している作品から、 芸術グループの個性が問われる作品まで多したようなのが特徴。各月のオープニングのノンクレジット版は DVD 完全版の特典映像として収録されている。第34話の京都編から過去と未来を希望でつなぐをコンセプトに一部を除いてリニューアルし明るいオープニング映像となった。岸川が手掛けた12月バージョンは 被災地の観光名所を撮影したオリジナルのアーティストパートの他に、合図編のオープニング映像と京都編のオープニング映像を用いて、挫折と再生を表現したバージョンとなっている。なお最終回は変則的に、オープニング映像は一部を除いて、本編終了後に流された。各回視聴率下記はいずれも総合テレビでの放送日程。各日二部ずつ連続放送。 本編を収録した、ブルーレイ &DVD ポニーキャニオンより発売。ブルーレイ &DVD ともに収録内容は同一。NHK 大河ドラマやえの桜オリジナルサウンドトラック i n h k 大河ドラマやえの桜オリジナルサウンドトラック2山本、むつみの脚本を原案とした以下の作品が各紙で連載。この記事は、 以下のカテゴリでも参照できます。リンリンと咲くマイナス8、10の桜マイナスに関するカテゴリ、80の桜、男まさりな少女に関するカテゴリ。ありがとうございます。